こっちこっち。お魚さん綺麗だね。うわあ、魚食いてーって思ったことはないでしょうか。我はいつでも思っています。神の種、あなたの神に立候補、神の種です。みんな大好き水族館、色とりどりの綺麗な魚たちを見て、あー美味しそうだな、釣りたいなと思ったことはないだろうか。それができてしまうのがここ、アクアマリン福島。なんと水族館で魚釣りができてしまう。なんと背徳的。これは興奮してしまいますね。ではいざ魚釣りエリアにレッツゴー。こちらが水族館の釣り堀エリアです。料金に釣り竿レンタルや餌代も含まれているので手ぶらで簡単に参加できます。ここの特徴は、なんといっても水族館にあることと、そしてその場で調理してくれて食べることができることなんですね。なので食べられる数の魚だけ釣ることが大事です。ここが我の釣りスペースのようですね。お魚さんが釣り堀の中にいっぱいいます。餌もちゃんと自分でつけましたよ。この日の餌はキビナゴと途中でエビも追加されました。まずは1投目、あまりうまく投げられなかったですね。おっきいのがいるんだよね。魚がすごいいっぱいいます。おっと、あー、今いい感じに引っかかってくれていて息はいいんだけれど、果たして釣れるのか。釣れませんでしたね。カメラを構えながら釣り竿がうまく持てなかったので、ここからは音声と再現 V でお送りします。上げてみてください。はい。ない。早い。よし。あ、来た来た来た。よいしょ。あ、いけ。危ないかな。遅いですね、プロが。結構勢いよくギュッて上げちゃって大丈夫です。はい、はい、優しく上げちゃうと多分引っかかってくれないので、はい、まあまあ勢いよくギュッてこうやっちゃって、こうフックさせるような感じですね。なるほど。お父さんも釣りが好きな人に悪い人はいないって言っていたし、あーとおさん、かんさん、あいあい、あー感謝してます。あいあい。はい、はいはいはい、あーよかった、ありがとうございます。取ります、手ぬるぬるになっちゃったら後ろに水汲んでありますので、ちょっと湯水でもらっても大丈夫です。ありがとうございます。はい、よかったよかった。はい。すっごく息のいい魚が釣れました。
た瞬間も取れました。ほいここの釣り堀は本当に釣れやすくて、もっと長く釣っていたくなるぐらいです。ここで調理して唐揚げにしてもらいます。釣りたてだから本当に美味しいです。美味しそう。4匹はさすがにお腹パンパンだったんだけど、未だにね、あの唐揚げ食べたいなーって時々思い出すくらいには、まうまでお気に入りでした。こんな感じでね、水族館から釣り堀を見ながら食べられます。お腹いっぱいになって、美味しかったお魚に思いを馳せながら、水族館もしっかり見てきました。なんとここの水族館、魚を見ながら食べられる寿司屋まであって、発想がね、すごく面白いんだよね。どっちかというとなんかシュールな感じもあるけれどもね。初めて見るお魚もたくさん見られて、とってもいいとこでした。ぜひぜひ気になった方いましたら遊びに行ってくださいね。釣りができる水族館、アクアマリン福島、いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは今後もこういった旅動画などを出していきたいと思っていますので、面白かったと思ってくださった方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。